今日撮影する曲はとってもかっこよくて大人っぽい曲なんですけど、なんかカントリーガールズの時はすごい可愛いイメージが多くて、可愛い曲も多くて、笑顔がずっと笑顔でいてねとか、そういうなんだろう、ミュージックビデオが多かったんですけど、今回はすごい大人っぽい曲なので、笑顔じゃなくてこうかっこいい私をお見せできたらいいなっていう風に思っています。で入って、今度次やる、はい、また鏡の中の森さん狙い、はい、はい、まだ同じでいい、まだ同じで大丈夫、はい、なんか堂々としてる方がいいかな、はい、はい、マイク持ってないから思いっきり踊らなきゃいけないしで難しかったんですけど、でもなんかまたなんだろう、成長できるかなっていうふうに思います。どうしたんですか？
いし、あと多分そんな暗くないと思う。いつもより笑わないようにしてる感じなんだろうけど、それがすごい分かって、もうちょっと前向きな音だと思った。めっちゃ違う、嫌い。ちーちゃんにとってはこうモーニング娘。としては初なので、なんだろう、今までカントリーガールズとしてこう歌ってた可愛い楽曲とはまた全然衣装もガラリと変わってると思うんですけど、こうそんな中でなんだろう、こうかっこいい表情っていうのをこう頑張っていたなっていうふうにも思いますし、ダンスはもうすごく得意なので、音の取り方とかもかっこよくて、すごい見て、あ、かっこいいな、新しいちーちゃんが見れたなって私自身も感じたので、こうファンの皆さんに届く時はどうなってるのかなって思って、こう楽しみでいっぱいですね。はい、4人で頑張っていきたいと思います。今回すごい新しい顔を見せれたらいいなって思ってやってきましたけど、なんかやっぱりなんで笑顔じゃない、いつもと違う自分を出すのってすごい難しいなって改めて思いましたし、なんか振り付けもすごい激しいし難しいしで、いやーなんやばいなって思ったんですけど、でもなんか覚えればすごく楽しい振り付けで、もうやっていくうちに最後後半はだいぶ楽しんで踊れるようになったんですけど、でもやっぱりもっと高校学校したいなとかはあるので、これからどんどん磨いていけたらいいなって思います。あとはなんだろう、その人数が多い分、なんか他のいろんな方の、例えばリップシーンっていうこうすごい近くで口パクパクしてやるシーンとかを見れたので、すごい勉強になったので、あとアドバイスとかもいただいて勉強になったので、これから次のミュージックビデオ撮影とかに活かしていきたいなっていうふうに思います。